じゃあ今のやってみてどうでしたか。なんか分けるとなんか全然意識がそっちにいくから、さっきの1カット2分間とメリハリが出るから、やりながらラリーするよりも疲れにくい、全然、うん、ただフリーっていうよりは、まあ、フリーでなんか打つとなんかもう無限のループされてるみたいで苦しい。そうですね、苦しいけど、なんかあそこに入ったらこう、あそこに入ったらこうってその判断しながらするから、うん、まあ、やることがはっきりしてるから、うん、やりやすいですよね。そこに意識がいけば、まあ、自分が動くのも、まあ、そんなに苦じゃないし、うん、いろいろ考えてできますよね、まあ、考える材料があるからやりやすいですよね、まあ、あとはパズルのようにうまくこれを利用していくだけなので、まあ、これ今やったのは基本的にディフェンスの考えなんですね。でもディフェンスって言ってもそんなになんか走って取って戻って走ってっていう繰り返しではなくて、考えて配球すればそんなに走んなくていいっていうことになりますよね。そうするとラリーが楽になるから、じゃあラリーが例えばじゃあ 60% ぐらいの力でラリーができるようになってるのは、残りの 40% でじゃあどうしようっていうのが考えられる。でもずっと追っかけて、あどうしようどうしよう、 何しようこうしようって言うと、それ 100% でじゃあ次どうしようって考えられないんで、一応ラリーっていうのは6割ぐらいで結構手抜いてできる方がいいわけですね。で手抜いてっていうのはいい意味でっていうことで、数学で言うと公式を覚えて公式に当てはめてやれば問題解く時間なんてすぐですから、自力で計算してあれやこれや出すとかの何通りありますかっていうのを自力で計算するのは無理なので、まあ、それをじゃあ、公式に当てはめて、で公式っていうのは今やったエリアによって、まあどういうボールを打った方がいいのかっていうのとか、まあここに打ったらこうなるなとか、そういうのが予測が立てやすいので、まあ、こういうのは覚えておくといいですし、3つだと結構分かりやすいんですね。テニスって結構3っていう数字大事なんですよ。3択だったり3つのエリアだったりするのが大事。もうまた来た。打ち込んだらなんか当たりそうじゃないですか。3が大事って話で、 3は結構大事です。まあ、3とか6っていう数字も大事なんですけど、まあ、とりあえず3が大事で、3っていうのはエリアとか、まあ、縦のエリアもそうですね。だからサーブの時もそうじゃないですか。センターとボディ、ボディで言っちゃった、センターとワイドって2択じゃなくて、ボディっていう立派なコースもありますよだと、あじゃあそこも使おうってなる。じゃあ3択の中で選べる、スピン、スライス、フラット、じゃあ3択で選べる。結構3っていう数字は大事です。なので、まあ、その3っていう数字、まあ、数字というか3択あるっていうことをしっかり理解しておく。なんかクロス、ストレートだけじゃなくてボディもある、まあ、センターもあるっていうことも意識するといいと思いますし、まあ、その方が選択肢が広がりやすいんで、まあ、あとは3つあると選びやすいじゃないですか。4つだとちょっとあれってなるけど、3つだと選びやすいんで、とにかく3つある、常に選択肢が3つあるって思って、やれるといいかなと思います。まあ、今じゃあディフェンスっていう考えでやったので、今度はその、まあ、今もちょこっとやってましたけどね、5番相手があの打ってきたボールが5番に入って自分が前に行けそうだったら、もうこれは攻撃のモードに入りましょうっていうことで、途中で言いましたけど、僕の身長っていうのはネットの2倍なんですね。で、ネットの2倍より上通すのが大体ディフェンス。そうしないと高さがあの出ないと深さが出ないので、で攻撃するときは逆にここに留めておかないといけないので、まあ、アウトしちゃいますからね。なのでこういうボール、ループ系のボールとまっすぐ系のボールと両方持ってないといけないですけど、これを使い分ける必要があります。だけどディフェンスの時にこういうボールはないですよ。じゃあこれ一択。じゃあ攻撃の時はこれ、ナダルとかやりますけど、そんなに強烈なスピンはいらないと思います、あんまり。だからこれというよりはまっすぐ系のボールが必要っていうことは、これが一択っていうともう分かりやすいですよね。守りはこれ、攻めはこれっていう風になりますね。でラケットの振り方としては、上に振り上げていくディフェンス系のボールか、
まっすぐ同じ高さで振っていくレベルスイングって呼ばれる打ち方かっていう2択になりますよね。でも2択だけど、ディフェンスって判断したら1択なんです。オフェンスって判断したらもう1択ですよねっていう判断をすると、まあ迷いなくできると思います。結構女性で多い、まあ、シングルスでもダブルスでも多いんです、多いのはディフェンスのスイングをオフェンスでもやっちゃうっていうのが多くて、さっきもありましたよね、普通にパーンってアウトしちゃう、自分が前に来てるのにアウトしちゃうっていうのがあったと思うんで、そうではなくてできればこうレベルスイングっていうのを覚えてレベルスイングで、攻めていく、でうまくいけばそのまま前行けばいいし、あなんかちょっと微妙だなと思ったらちょっとステイしてもいいっていうことになるので、まあ、その辺をちょっと色分けして練習していきましょうか。とりあえず2シリーズはこれで1回終わり、これやったら終わりにしますんで、とりあえず5番に来たらレベルスイングをパンってできるようにちょっとやっていきましょう。レベルスイング分かります？落としてもレベルスイングってできるんですかね？できないです。5番に落としてもできるよね。打点を判断が遅くって遅れちゃって低くなっちゃったらもう1回もうディフェンスになっちゃいますね。まあ、ディフェンスかニュートラルになると思います。だからそう5番に落ちたっていう時にパッていかないといけないし、ネットより高いところで打点取れればレベルスイングがまあ成立するんで、そこで取れれば OK、 そうじゃなかったら、まあ、ちょっと落としてゆっくり打つかスライスとかで対処するかしかない、まあ、よく言いますけど鮮度が命です。時間とともに新鮮さはなくなっていくわけですね。だから新鮮なうちにやっぱり食べた方が美味しい。食べるっていうのは打つと一緒ですよ。熟成できたかもしれない熟成されたボールでも熟成ってテクニックがいるじゃないですか。テクニックがいるんで保存方法とかいろいろあるので、まあちょっと熟成っていうのは結構極めてないと難しいので、まあわざわざそこにっていうよりは新鮮なうちにっていうのはキーワードに、はい、じゃあちょっともう一周だけいきますんで、まあ5番に入った時のまあ何ですか、気づきをパッと早くできるようにやっていきましょう。はい、 OK、 そうまず全然2番とかでいいですからね。あ、今のちょっと迷いましたけど、まあ厳密に言うと今4に落ちたかもしれないけど1番なんですね。だから1番にかもしくは2番に打ち返すぐらいでいいです。でもし4番に落ちてたら4番にやり返しても OK です。まあ無理のない範囲で。おー、ナイス、いいボール、さあ来た、 OK。 あオッケーで、今顔より高いところで打っちゃいましたね。ここは打ちづらいです。だから顔の高さか、まあ、せいぜい胸の高さぐらいまででそこで打てるようにする。今跳ねちゃったんでここまで回った方がおそらく打ちやすいはずです。はい、準備準備、そう準備、さあ来た、おー、いいボール、しょ、あー、オッケーオッケーオッケー、いいですよいいですよ、今みたいにどんどん前に行って、さあ次次、おー、いいボール、おー、ナイスショー、ナイスショー、さあ前だ前だ前だ、入ってる、さあみんなでボレー、あれここでこのボールバウンドして打つ前はちょっと止まる方がいいです。止まるというかちょっとブレーキをかけて、走ってってパンじゃなくて走ってちょっと減速して、でまああと狙う場所もちゃんと意識をする。お、いいボール、 OK、 スライス、うまい、ナイスケア、
OK。でラストいきます。はい。深い。さあこれ前だ前だ。よし。お深いいいボール。そうね、まずは深さね、コースよりも深さの方が大事。よいしょ、深さ、いいボール。 OK、 OK、 入ってる。あー、例えばこれあっちでもいいですね。クロス側の方がまだあの距離が長いんで。おー、ナイス。さあ来た来た。さあ次、さあ来た、ボレー、ショー、うまい。オッケーオッケーオッケー。あそこまでネットに近づいてたらもうドロップショットでいいと思いますよ。オッケーオッケー。オフかい、いいボール。さあ前だ前だ。オッケー。ああ、あっちに短くでいいです。ボレーに行ったら短く、深さはいらないです。ナイスキャッチ、深い。おお深い。オッケー。さあどうする？オッケー。オッケー、いいボール。入ってる。あ、次勝負勝負勝負。あ、もうちょっとね前でボレーしちゃった方がいいですね。でシングルスってボレーはそんなに長くやらないです。例えば1球2球で言うともうネットの近くに行って最後仕留めるか、もしくは前に行ってロブ上げられてスマッシュっていう、だからボレーをずっとはやらないように気をつけて。さあ来た、前出て、もう一球もう一球もう一球。さあ深さ、まず深さ、 OK、 深さナイスショー、 OK。 さあ前前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 、あっOK、 じゃあ交代しましょう。今のはまあとにかく取って、で一旦深くアプローチしたいんです。一旦深くアプローチで、そっから勝負。はい、もういいボール。 OK、 深さ深さ、ナイスナイス、いいよ。おお、ナイスショット。ナイスケア。深さ深さ、そう、いいボール。オッケーオッケー、よし。おお、ナイスショーナイスショー。そう、要はあれのあのぐらいの浅さで出られてしまうっていうのが頭に入っていればいいです。今度は深く打てばいいです。そう、オッケーオッケー。そうやって対策しましょう。あー、風あるよ風あるよ、風上ですからね、そっちは。さあサイド狙わない、サイド狙わない、よしよし、悪くはないです。まあ今ストレートアプローチからこっちって、まあ王道のパターンなんで、あとボレーをこうってよりは最後は足を使って。さあ風ありますからね。ナイス、マイマイ。おお、アウトか。オッケー、ナイスショー。はい、いいボール、深い。さあ、マイ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 。
そうそう、浅くぼれ浅くぼれドロップ、そう、オッケーオッケー。基本ボレーに出たらもうこの4番か6番ぐらい、まあ5番でもいいです。ここは、はい、はい、ナイスボール、お、いい深さ、ですか。さあ、いける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 、よし、あ、ちょっと躊躇したな。ラスト、もう一回いきましょう。はい、深く、お、いいボール、足止まった、もう一回。深い時に足のリズムがなくなっちゃうってよりは、とにかく足で調整する。そうそうそう、動かないと解決しないですからね。さあ次次、さあどうする、 OK、 うまい、じゃあ読まれた。まあでも2人だから、まあそれ一人だったらまあ決まってたかな。